ンブロック。そしてこのゲームはコリン・マクレーダート2だ。死んでおくといい。すごいレースだったからな。まお前は剣のテクを特等席で見たわけだし、今度はお前が実力を見せる番だぜ。そのためにもまずは自分のマシンを持たないとな。こいつがそのスバルインプレッサー STI さ。お前がいつも乗ってるスバルとは違うぜ。伝説のラリードライバーコリン・マクレーのマシンだ。お前にはちょっと早いか。本気でこんなブリキ缶で世界を旅して回るのか。そりゃ家は家だけどよ。そうだ、レースの前に書類に記入してもらわないと。保険とか安全規定とかその手のやつさ。とにかくちゃちゃっと返しまえよ。レースが待ってるぜ。始まるぞ。神スーパー。
ク、これがマップだ。これから行われるイベントの位置が示されるぞ。イベントやスローダウンをクリアするとレースの経験値を獲得できる。経験を積めば名声も上がり、他のドライバーから新しいロケーションやイベントに招待されることもあるぞ。剣の一声でロンドンで新人ドライバーのレースが行われる。ニューマシンの走りを試す絶好の機会だろう。荷物をまとめてパスポートを持ったらイギリスへ飛ぶんだ。お前の実力を見せてやれ。言い忘れたが、ロンドンでのイベントはラリークロスだ。複数のドライバーがショートコースで競い合うレースで、コースはアスファルトとオフロードのセクションが半分ずつ。ラップを重ねてトップでゴールしたドライバーが優勝さ。シンプルだろ。ちょっといい機能だ、試してみないか。ここではイベントにおける難易度を調整できる。難しくなればなるほど稼げる金額も増える。自分の好みのレベルに合わせてレースをしよう。